40秒前ですね。僕はどうすればいいのだろう。あなた、ずっと名前呼ばれてますよ。Jesus calling you。皆さん元気ですか？時刻は午後6時を回りました。お届けしている曲はサムエルのイエス様がいれば大丈夫です。皆さんこんにちは。宜野湾聖書教会プレゼンツ Jesus calling you 第161回目の放送です。この番組は身も心も疲れてしまっているあなた、生きていく気力がなくなってしまったあなた、なぜ生まれてきたのかが全くわからないあなた、とても急いで助けを求めているあなた、そんなあなたのための番組です。どうか30分間お付き合いください。まずはじめに宜野湾聖書教会キム・トンヨン牧師をご紹介します。キム先生は韓国は広州にある教会の牧師のご子息として成長されました。ある日、日本で宣教をしなさいという命令が神様から下ったそうです。この命令に従順されて1994年に来日されました。1998年からは沖縄に移られて宜野湾聖書教会の牧師として神様からのメッセージを語り続けておられます。では自己紹介をお願いいたします。はい、こんばんは。宜野湾聖書教会のキムです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。そして本日も進行とミキシングは私 FM 宜野湾のできる男キャンがお届けしてまいります。さて本日のテーマですが、お腹の双子とタイトルしました。あなた、ずっと名前呼ばれてますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツ Jesus calling you。 はい、では本日の聖書箇所を朗読してまいりたいと思います。本日の聖書箇所は創世記第25章19節から26節です。これはアブラハムの子イサクの歴史である。アブラハムはイサクを産んだ。イサクがパダン、アラムのアラム人ベトエルの娘で、アラム人ラバンの妹であるリベカを妻に迎えたときは40歳であった。イサクは自分の妻のために主に祈った。彼女が不妊の女だったからである。主は彼の祈りを聞き入れ、妻リベカは身ごもった。子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになったので、彼女はこんなことでは一体どうなるのでしょう、私はと言った。そして主の御心を求めに出て行った。すると主は彼女に言われた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民はもう一つの国民より強く、兄が弟に仕える。月日が満ちて出産の時になった。すると見よ、双子が体内にいた。最初に出てきた子は赤くて全身毛衣のようであった。それで彼らはその子をエサウと名付けた。その後で弟が出てきたが、その手はエサウのかかとをつかんでいた。それでその子はヤコブと名付けられた。イサクは彼らを産んだ時60歳であった。ではキミ先生お願いいたします。はい、こんばんは。今日は今年最後のねメッセージの時ですね。今日はお久しぶりに、創世記のところを共に分かち合いたいと思います。私たちは自分が決めたいということが強いです。いやいや、私はそうじゃないですよという人もまたいらっしゃいます。ところが自分の意思が無視されて、もう決められてしまうと自分の人格が無視されたと思って、もう怒ったりいろいろ不愉快な経験をした覚えはないでしょうか。ところが私たちは
もう自分の意思と全く関係なく決められるっていうことがありますね。今日お腹の双子という双子が与えられるということもね、私たちは想像しなかった、予想しなかった、もう決めることもできなかった。ところが私たちはもう双子が生まれるというその話を分かち合いながら、私たちが神の子供として歩むというのはどんなに素晴らしいことか、恵みであるか祝福であるかを分かち合いたいと思います。私たちはアブラムの話をしてきたんですけど、アブラムの愛する息子の名前はイサクです。そのイサクが結婚して20年間子供が与えられなかった。ところが神様に祈って赤ちゃんができたんですけど、双子になった。その双子がお腹の中で喧嘩するように、お腹の中にある赤ちゃんが喧嘩するということはどういうことか私は分からないですが、本当に喧嘩をするようにもう大変苦しくて、リベカは神様に伺う、どういうことなんですかという。その時神様は、いや双子が入っているよ、その双子の中には神様の御心と計画があるよということを教えてくださいます。神様は弟が上になって兄が弟に仕えるという、普通だったら客じゃないですかというようなことを教えてくださいます。まず見たいことは赤ちゃんを産めないということなんですよね。神様の御心に従ってアブラハムのしもべは一生懸命イサクの結婚相手を探して、ああ神様がこの世に導いてくださったと思ってリベカをイサクの結婚相手として連れていきます。それで結婚しました。もう結婚したら神の御心に従って結婚したから祝福されて、もうすぐ赤ちゃんが産めるかなと思います。ところがもうちょっと知っている間に20年が過ぎてしまいました。それでイサクは、いやこの問題はもうただ待つだけではいけないという。それで21節のところを見ますと、イサクは自分の妻のために主に祈願する、祈るということです。彼女は不妊の女、赤ちゃんを産むことができなかった。しかし神様に祈ると、主はその祈りに応えられて、リベカが身ごもって赤ちゃんを妊娠したということです。私たちは神様の祝福を受けて結婚したのに、不妊の女であり赤ちゃんを産むことができないということは非常に理解するのは難しいです。神様の祝福を受けて結婚したならば、もう赤ちゃんを産むのも全てが栄え、何の問題なく順調にいくと思いました。ところが赤ちゃんを産めないという。ところがイサクは今まで神の時、神の方法によって全てが成し遂げられることを信じて歩んできました。モリア山で生贄として捧げられる時も神様が備えてくださると信じます。ところが20年になっても赤ちゃんができない、そのような時イサクは神様に祈ります。私たちは時々何か大切なことであると思いながら、もう何とかなるという思う、それで自動的になるかなと思って、もう忘れてしまう、そのままほっといてしまう、そのような経験ないでしょうか。信じる人、信仰を持っているということで全てが、ああ思う通りにいくかといったらそうでないということです。それで私たちは奉還者のように腕を組んで、ああどうなるかねと見ているわけではないということなんです。
それで神様がイサクに子供を遅く与えるのには意味があるということです。アブラハムは100歳の時赤ちゃんを産みました。もう自分の力ではできる力を尽くして全てがダメでした。諦めです。そこで神様は主の御言葉、神の御言葉によって子供が与えることを教えてくださいます。神様はイサクの子供たちにそれぞれおのおの神様の計画があるということを教えてください。22節のところを見ますと、リベカは妊娠をしました。妊娠したのに双子が腹の中でぶつかり合うようになった。もう大変つらいですね。声なんだという、それをこの問題を知るために神様に聞こうとする、神様に伺おうということです。祈るということです。私たちは私たちが難しい問題をいろいろ解決しようとできないとき、私たちができる秘訣の大きなことは神様に祈ることですね。それで主は彼女に二つの国があなたの体内にあるよという、びっくりします。なかなかね、兄弟があんまり喧嘩してね、仲が悪いと言っても、お互いに合わなくても、一つの民族としていく、当然だと思います。ところが、この双子は一つの民族じゃなくて、二つの民族になるよという、それは、驚きことです。神の子供になるのはもうこの血縁のイスラエルのためだけじゃなくて、私たちに神様が一人子であるイエス・キリストを与えてくださることによって、その血縁ではなくてイエス・キリストを信じる人を通して神の国、神の民にするということを示すことであるということです。神様はこの双子を通して私たちが単純に自分の知恵と努力によるのではなくて、神様が私たちを恵みの中で選んでくださったということです。それを教えてくださいます。パウロはローマ書の手紙でこのように語ります。私たちの先祖イサク一人によって身ごもったリベッカのこともあります。その子供たちはまだ生まれてもおらず、善も悪も行わないうちに、神の選びの計画の確かさが、行いによらず、召してくださる方によるのにと、兄弟は、兄は弟に仕えると、彼女に仕けられるということです。すなわち私たちの救いは、行いによって私たちが選ばれるのではなく、神様の御心によって選ばれるということですね。とても難しい話です。なんで神様は私のような人を選んだのかねという頭をかきながら考えても理解できない。私が自分の本性を正しく理解するほど神様が私を選んだ理由を納得することが難しいということです。詩編51編では、私は咎がある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりました。これを誤解しないでください。赤ちゃんを妊娠して産むことが悪いことを意味するのではありません。私たちは本来罪人であり、神の懲らしみを受け、神の裁きを受け、滅びる存在であるということです。ところが神様はその中でイエス・キリストの十字架の贖いの血潮によって私たちを選んでくださり、神のために神の子供に選んでくださったということなんです。これこそ神様の主権と言います。神様が全てを支配し握るということです。具体的にどのような人を選ぶのか、
私たちは分かりません。同じ兄弟で選ばれる人がいれば選ばれない人もいるという、神様を信じる人、創造主の神様を信じる人がいれば信じない人もいるということです。神様に選ばれない人の特徴は何でしょう。それは神の御言葉を無視する人です。自分が神より優れていると思い、神様を無視し軽蔑するということです。選ばれる人は神様の前でへりくだる、その恵みを悟るということなんです。キリスト者は誰ですか。この世の中で全ての苦しみを受け入れる人であり、自分では解決できない問題で悩んでいる、しかし自分の弱さをありのまま告白する人です。それで24節から26節のところを言いますと、双子が生まれる、出産の時が満ちると双子が体内にて、最初出た来た子は赤くて全身の毛衣のようであって、エサウという、弟はそのエサウのかかどを掴んで出てきたという。その時イサクの年は60歳でした。ヤコブがエサウのかかどを掴んで生まれたということは、かかどを掴むということは他人を騙すという意味があるそうです。エサウは誰が見ても本当に立派な存在のようにかっこよい青年になります。しかしヤコブは人を騙すような存在です。皆さん、ヤコブとエサウどっちが選べるべきでしょうか。神様の恵みを受けるべきでしょうか。まさか人を騙すような人が選ばれる、そんなことはないでしょうと思ったのに、神様はその騙すそのヤコブを選んで訓練して成熟するようにして、信仰の先祖アブラムとイサクの神になってくださいます。創世記の中でヤコブのように変わる人はいません。彼は人を騙したり、人を騙してもう全てが騙す専門という、シャキシでしょうかと言えるくらい。しかしそのようなヤコブは代わり神の子供になるということ、神のためになるということです。私たちはヤコブを考えると、さっき言ったように神様がこういうこういうこういうといくつかの条件を考えながら、これに当たるかあれに当たるかといったら、一つも神様に選べれるような条件は一つもないということなんです。しかし神様は誰が見てもエサウは立派な青年として獲物をちゃんと取るような、そのような青年である。しかしエサウではなくて、神様はそのヤコブを選んだということです。私たちがイエス・キリストを信じるということ、神様の民、神の子供になるというのは、私に少しでも可能性があるからではありません。私にただ 1% いや 0.1% でも可能性があるからではありません。誰でも神の民になるのにふさわしい人はいません。神様は、聖書は私たちに罪人であると宣言します。あなたは滅びるべき存在であると。しかし神様はそのような私たちを愛してくださり、一人子であるイエス・キリストを送ってくださり、完全に堕落して完全に可能性がない 1% でもない、そのような私たちを選んでくださり、私たちを訓練して神の民として、神の子供として歩ませてくださるということです。このような恵みを受け、このように
全く希望がない私たちに、主の御国、天国の希望を与えてくださいます。その恵みを受けて歩みたいですね。ありがとうございます。ありがとうございました。イサクは何度か登場してますけど、お兄さんがいたんですね。イサクの息子。あ、息子。あ、息子なんですね、はい、なるほど。まあ、この続きのお話とかもすごく気になるので、また引き続き聞ければなって思うんですけど、まあ、ちょっと嘘つきとかね、いろいろとキーワードになりそうなものいっぱいありましたので、また引き続き知りたいなと思います。ではキム先生、リスナーのためのお祈りをお願いいたします。はい、お祈りしましょう。生きておられる天のお父様、2022年このように1年間放送ができることを感謝します。またこの放送を聞く一人一人の上に主の恵みと祝福を注いでください。私たちは何にもできない罪人であり、滅びるべき存在ですが、このような私たちのために一人子であるイエス・キリストを送ってくださり、主の恵みを注いでくださり、ありがとうございます。私たちはヤコブのように全く可能性がないですが、そのような私たちに声をかけてくださり、選んでくださり、神の子供として呼んでくださることを感謝します。手を挙げて応答していくことができますように、助けてくださり、導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。海が好きだった父、決め手はこの景色でした。真心込めて誠心誠意提案してくれました。大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日御国にご相談を、 0120-392-756、御国株式会社。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。海が好きだった父、決め手はこの景色でした。真心込めて誠心誠意提案してくれました。大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日御国にご相談を、 0120-392-756、 御国株式会社。あなた、ずっと名前呼ばれてますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー、ジーザスコーリングユー、お別れの時間が近づいてまいりました。今日の聖書箇所についてもっと知りたいと思った方は、よろしければお電話をくださるか、直接教会をお尋ねください。毎週日曜日の朝10時半からは礼拝、毎週水曜日の午後7時40分からは祈り会を開催しています。どなたでも歓迎いたします。また今日食べるものがない、今夜寝るところがないなどで困っている方も、遠慮なくすぐにお電話ください。電話番号は 098-890-1350 です。私たちはあなたのお役に立ちたいと思っています。また教会では毎週火曜日と木曜日の午後3時から、主に宜野湾の小学生を対象としたハレルヤアカデミーという名前の子どもの居場所作りをしています。希望者には夕食も準備しています。関心のある方はお問い合わせください。以上、すべてのお問い合わせご連絡は 098-890-1350、 098-890-1350、 宜野湾聖書教会までお願いいたします。宜野湾聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー、お別れの時間です。今流れているエンディングは宝刀息子というタイトルで、キム先生の息子のサムエルが作り歌っています。私たちが今どんなにボロボロな状態、ここまで悪いことをしてきた自分は今さら教会になんか行けない、だって神様にはとっくに見放されているはずだから、と思っていても、神様はあなたに向かってずっと両手を広げて、あなたが帰ってくるのを待っているんだよ、という曲です。この番組は
あなたのエンドライフにもっと寄り添いたい、三国グループの提供でお送りいたしました。メッセンジャーはギノワン選手協会キムトンヨ牧師、ミキサーは FM ギノワンできる男、私キャンがお届けしてまいりました。また来週水曜日の午後6時にお会いいたしましょう。では最後にヘブライ語で神様の臨在を意味する言葉シェキナーでお別れします。シェキナー。この世は砂のようで、握れば握るほど減りました。すべて失ってやっとあなたの偉大さに気づきました。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 